こんにちは。今日のインスタントラーメンの時間ですけども、ペヤングの焼きそばで、タコ飯風ってのがあるみたいですね。ちょっと買ってみたんですけども、宮城県質川高等学校と共同で企画したということで、まあ、高校生のね、かなりアイデアが入ってるということで、楽しみにしております。今、お湯沸かしてますんでね。多分内容は、いつもと一緒じゃないかなと思います。あれ、中身なんですけども、ちょっと変わった火薬が入ってますね。あと、後乗せのソース。火薬丸いのが入ってるけど、これなんだろう？タコかな？タコかもしれません。まあ、これを入れておきますね。じゃーっと。これね。おっとっと。はい。これは入れといていいでしょう。うん、こんな感じで、あとお湯を注いで待っとこうかなと思いますね。はい。じゃあ、お湯を注ぎまーす。熱い。これね、レンズが限るかもしれないですよね。すごい熱いお湯ですよ。はい、じゃあたっぷり入れましたんで閉じて、これで蓋をするという形になります。さあ、これで3分ぐらい待てばいいんですか。ちょっと様子見てみましょうか。お、なんかタコのなんかね、あれがありますよ、かき揚げみたいな。これがなんか特徴なんですかね、高校生のアイデアですかね。もうちょっと止めていこうかな。じゃあ、できたと思いますんで、お湯を切っていきますね。じゃあ、おお、すごい湯気。で、ソースをこうやって入れますね。ソースがなんかね、粘り気がないソースですね、これはね。あっさり系かな？あ、くしゃみが出そうですね、これ混ぜてたら。なんでだろう？胡椒が効いてんのかな？ん？なんか野菜みたいな色が結構していい感じです。じゃあこれをお皿に移してですな。なんかこう、焼きそばの色がしないですね。うん。なんか粘り気がないというか。うん、まあまあ、いただいてみましょうか、これで、うん。はい。じゃあね、スパイスを入れてみましょう。ネギをちょんと。といかがですか。ちょっとね、豪華に見えるでしょ。はい、できたんですけどね、あんまり美味しそうじゃないですね、なんかね。あんまり美味しそうじゃない。香りもね、あんまり食欲そそらないかな。これだったら、UFO の方が全然美味しいと思います。ちょっと、まあでもいただいてみます。うん。うん。たこ焼きの味。うん。うん。結構いけますね。うん。とろっとしてないんで、こってりしないんで、あっさり系ですね。だから、あっさりサクッと食べたい方はいいんじゃないですか？うん。美味しい。うん。美味しいです。うん。